振ったサポーターを無期限入場禁止に。 J リーグ一部の横浜 F マリノスは川崎フロンターレ戦でバナナを振るという人種差別が疑われる行為に及んだ10代のサポーターに対し無期限の入場禁止を課したと発表した。マリノスはクラブの公式ウェブサイトで2対0で勝利した23日の試合でフロンターレの選手に挑発行為を行ったサポーター1人に対し無期限入場禁止を課すと発表。マリノスのゴール裏にいた当該サポーターは前半42分に自身の目の前に来たフロンターレのレガコに向けてバナナを振った。その様子はテレビで映し出されており、ソーシャルメディアへの画像の投稿もあった。サポーターは10代後半の男性と特定されている。マリノスの社長は同日、男性の行為はレガコに対する人種差別かとメディアから問われると、客観的にそう見える可能性が高いと答えた。バナナを振った行為が人種差別に当たるかについて社長は限りなく疑わしいと答えており、同僚によれば試合から事情聴取を受けた男性は挑発行為に及んだ事実を認めたものの、特定の誰かを対象としたものではないと主張しているという。 J リーグではすでに今季3月に人種差別に関する問題が起きており、サポーターが本拠地でジャパニーズオンリーの横断幕を掲示した浦和に対しB から1試合の無観客試合を命じられている。こちらは2014年に起きた出来事ですが、これから約9年が経過した現在でもまだまだこういった差別的な言動または行動が多数目につきます。我々サポーターも熱い思いを持って選手たちを鼓舞したい気持ちはすごくわかりますし、悔しい気持ちもあります。なければですね、ただその中でもしっかりと良識のある常識的な範囲の行動言動を取っていただきたいと思います。やはりアスリートも人間です。アスリートの方で約3割は鬱になるというところで不眠症だったり不足していた、そういったところで体調を崩しやすくなったりという方もいます。ですので我々サポーターは選手たちをいかに 100% の力を出せるようにサポートしていくか、応援してあげられるか、そこが大事だと思います。そのあたりをしっかりと考えて皆さん行動をとっていただければと思います。やはりこういった差別とか汚い罵声、やはりそういったのを聞くとやはり聞いてる側はとてもいい気はしません。ですのでですね、選手を鼓舞するための言葉をしっかりと選んでですね鼓舞していただきたいと思います。それでは皆さん、J リーグまだまだ後半続きますので、しっかり応援していきたいと思います。それではまたね、バイバイ。